こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が建造する潜水艦を羨ましい顔で見ている中国ですが、中国が最も興味を示しているのは先行進度でしょうか。今回はこの先行進度にも詳しく見ていきますね。そう、夕方潜水艦は静粛性では世界最高峰という評価もあり、その性能は世界でも納得しています。米国でさえもです。中国の気になる反応を見ていこう。日本の海上自衛隊の潜水艦、そう、竜型や太平型は最大潜航深度は500から600メートル以上と揉めされているが、身のところは最高の国防機密として明らかにはされていない。これは何も日本の潜水艦に限らず世界的に見ても同様なわけだが、一部には自国だけでなく海外への輸出を実施するために商品としてその性能が公表されている場合もある。例えばドイツの209型や214型といった潜水艦がこれに該当し、あくまでカタログスペックとはいえ、前者が約300メートル、後者が約400メートルほどの潜航深度だと公表されている。209型や214型潜水艦はギリシャやポルトガル、トルコといったヨーロッパの国々で主に採用されており、ベースとなった212型は本国ドイツとイタリアでも採用されている潜水艦だ。このため前述の潜航深度は目安としておおむね参考になるものだと考えられているが、比較的に沿岸周域の浅い海域を領海とする国が多いため、そのスペックでもそう問題な下げに見える。韓国も基本的にこの214型をベースとした潜水艦を保有しており、最近ではさらに大型化、重兵装化させてはいるが、潜航深度に関しては同様のレベルであろうと推察されている。そして、身長著しいのが何より中国であるが、2020年には原子力推進型、通常動力型の両方を合わせて、すでに70隻以上の潜水艦を保有しているとみられ、その中の一部のタイプは輸出もされている。中国海軍が保有する最新の通常動力型潜水艦が 039A 型、通常元型とも言われている艦艇であり、自国でおよそ20数隻を収益させ、かつ対パキスタンにも輸出を行っていることで知られる。輸出様の 039A 型は S20 という形式名で呼称され、交渉の潜航深度は約300メートルとされており、ドイツの209型とほぼ同様な数値であることがカタログスペックとして謳われている。 039A 型潜水艦は水中排水量約2400トン、全長72メートル、全幅 8.4 メートルほどの艦容であり、ディーゼル機関と蓄電池、モーターに、スターリング機関を備えた非対機依存推進型だと言われている。ちなみに、ドイツの214型潜水艦は水中排水量約2000トン前後、全長最大 67.7 メートル、全幅 6.3 メートルと
一回り小型であるが、非対機依存推進である点など、コンセプトは近い潜水艦だろう。これらと比べ、海上自衛隊の大ゲイは、水中排水量推定4000トン以上、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと体積的には、倍に近いサイズ感であり、通常動力型では世界最大規模だ。また、当然冒頭に述べたように、その潜航深度は公表こそされていないが、500メートル以上であることが有力視されており、日本の領海防衛において、数に勝る中国海軍に質で立ち向かうと言えよう。仮想敵国である中国国内からの見方も、自国の 039A 型などよりも。そう、竜型や大ゲイ型が、潜航深度を含む股間の能力では劣ることを、認めざるを得ない意見が、多数を占めるように思える。その反面、中国は、原子力推進型の潜水艦を保有しているとして、その優位性を打ち出す傾向も強く、攻撃型原潜であれば速度や、連続航行時間が大幅に勝っていると反論する向きも少なくない。しかし、日本側から見れば、中国の攻撃型原子力潜水艦093型小9は、2018年1月に尖閣諸島近海を先行航行したところを、海上自衛隊の必要な追尾を受け、自ら浮上した過去もあるほどだ。これが実戦ならという過程はいささか問題があるかもしれないが、少なくとも海上自衛隊の対潜哨戒能力が高いことは明らかであり、原子力潜水艦といえど行動が筒抜けでは意味をなさないだろう。こうした点を踏まえ、攻撃型潜水艦で直接日本と張り合うことを諦めた意見としては、中国は戦略型潜水艦を保有しているから日本より圧倒的に優位だとの違う視点をずらす意見も散見される。つまり、戦略型潜水艦に搭載する弾道ミサイル等の攻撃によって中国の優位は動かないと主張しているわけだが、確かに日本はそれと同等の兵器は保有しておらず、迎撃にも問題はあるだろう。これを考慮すれば、日本側も中国に向けた空対地、地対地攻撃用の長射程の巡航ミサイル等を装備して、報復的な抑止力を確保するしか今のところ有効な対策はないように思える。ただし、政治的にはこれが敵基地攻撃能力の保有であり、専守防衛を旨とする自衛隊の理念に反すると反対する向きも多く、まず中国よりも国内のコンセンサスを得ることが先決だ。話を日本側の攻撃型潜水艦に戻せば、その存在意義はあくまで日本に向けた敵艦艇の接近阻止にあり、これを超えた戦略的な兵器への対応とは分けて考える必要があるだろう。2021年に入り、アメリカがバイデン政権に変わったこともあり、中国の台湾や尖閣諸島に向けた圧力はこれまで以上の高まりを見せていると考えて間違いない。